マタイの福音書第八章イエスが山から降りて来られると多くの群衆がイエスに従った。するとザラートに侵された人が身元に来てひれ伏していった。主よ、お心一つで私を清くしていただけます。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれ、と言われた。 するとすぐに彼のツラーは清められた。イエスは彼に言われた。気をつけて誰にも話さないようにしなさい。ただ人々への証のために行って自分を祭祀に見せなさい。そしてモーセの命じた供え物を捧げなさい。イエスがカペナウムに入られると一人の百人隊長が身元に来て懇願して言った。主よ。 私のしもべが中部で家に寝ていてひどく苦しんでいます。イエスは彼に言われた。行って直してあげよう。しかし百人隊長は答えて言った。主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは治ります。と申しますのは私も権威の下にあるものですが、 私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に池と言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。また下辺にこれをせよと言えばその通りにいたします。イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。誠にあなた方に告げます。私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。あなた方に言いますが、 たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国で、アブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし、御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて歯ぎしりするのです。それからイエスは百人隊長に言われた。さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるように。すると、ちょうどその時、その下辺は癒された。それからイエスは、 ペテロの家に来られて、ペテロの姑が熱病で床についているのをご覧になった。イエスが手に触られると熱が引き、彼女は起きてイエスをもてなした。夕方になると人々は悪霊につかれた者を大勢身元に連れてきた。そこでイエスは見言葉をもって霊どもを追い出し、また病気の人々を見な癒された。これは 預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負った。さて、イエスは群衆が自分の周りにいるのをご覧になると、向こう岸に行くための用意をお命じになった。そこに一人の立法学者が来てこう言った。先生、私はあなたのおいでになるところなら、どこにでもついて参ります。 するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。また別の一人の弟子がイエスにこう言った。主よ、まず行って、私の父を葬ることを許してください。ところがイエスは彼に言われた。私についてきなさい。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。 イエスが船にお乗りになると、弟子たちも従った。すると見よ、湖に大暴風が起こって、船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。弟子たちはイエスの身元に来て、イエスを起こしていった。主よ助けてください。私たちは溺れそうです。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだ。それから起き上がって、 風と湖を叱りつけられると、大なぎになった。人々は驚いてこう言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。それから、向こう岸のガダラ人の地におきになると、悪霊につかれた人が、二人、墓から出てきて、イエスに出会った。彼らはひどく凶暴で、誰もその道を通れないほどであった。 すると見よ、彼らはわめいて言った。神の子よ、一体私たちに何をしようというのです。まだその時ではないのに、もう私たちを苦しめに来られたのですか。ところで、そこからずっと離れたところに、たくさんの豚の群れが飼ってあった。それで悪霊どもは、イエスに願ってこう言った。もし私たちを追い出そうとされるのでしたら、どうか豚の群れの中にやってください。 イエスは彼らに行けと言われた。すると彼らは出て行って豚に入ったするとミオその群れ全体がドっと崖から湖へ駆け下りて行って水に溺れて死んだ飼っていた者たちは逃げ出して町に行き悪霊につかれた人たちのことなどを残らず知らせたするとミオ町中の者がイエスに会いに出てきたそしてイエスに会うと どうかこの地方を立ち去ってくださいと願った。